ブラブラ YouTube 出た、出ました。はい、今回は東京国立近代美術館で没後50年かぶやき清方展、はい、第11の展覧会見てきましたけども、いかがでしたか。おお、いいですよ、あの風俗がいっぱい分かって。ちょっと印象が変わったしね。変わった、うん、美人画っていうのから風俗画も描かれてるんだなっていう、うん、確かに美人画でね、生活を描くっていうのがね、うん、清方のね、ああいう一枚の絵にこうストーリーが分かっなんかね、いいよね、すごいいいですね、見てても見てて飽きないね。こっちいっちゃもう本当にディテールまで描き込んでるから ね、こんなことこんなもの描いて、これ何なんて言ってね、調べてたり、気合が入ってるやつやっぱうまいっすね。うまい、うまい本当にね、はい、で俺も本当この年になってようやく良さが分かってきた。あ、そうですか。いや俺は今日分かりました、想像以上に良かったなと思って、うん、泉鏡花との部屋のあの絵とかもなんかすごい、だからこの人ってさ、いい多分さ視覚の記憶力が異常にいいんだよ ね、 あですね。だって50年前、いくら印象的だったとはいえさ、50年前のことそんな覚え、覚えてない。俺も3日前のこと覚えてないんだよ。忘れちゃう。すごいよ。おぎや赤潮のお姉さんがだいぶ気に入ってたもんね。あれ大好き、三部作全部いいですし、ああいう姉さんがいないね最近、もうとんと見なくなったね、ああいう粋な姉さん ね、 いないよ。昔いたよね。昔いましたよ。なんかもうああいう人に面倒見てもらえてかっこいい人ね。すごかった、うん、すごかった。というわけで東京国立近代美術館で開催中の没後50年かぶらき清方展はですね、火曜日の夜8時に放送でございます。はい、ぜひご覧ください。はい、ところでですね、今回の展覧会なんですけども、清方自身が自分の作品に自己採点をつけるって話あったじゃないですか。 ありました、ね、展覧会場の作品名が書いてあるところに、うん、ちゃんと星マークもついてましたね。星3つが会心で、うん、星2つはやや会心、うん、星1つはまあまあ、そうだ、3段階評価、はい、はい、星3つですは自己採点した作品500点のうち16作品しかないね、うん、星3つがね。でそこでですね、今回我々が来た時は展示されてなかったんですけど、うん、放送された時は展示されている注目作品をここで一つ紹介したいと思います。それがですね、こちらでございます。万領という作品。万領、おー、いいね。泉鏡花の小説でね、キヌギヌ川に主題を得て、うん、そのラストシーンを描いたという大変美しい作品なんです。物語を描くってやつだね。これラストシーンなんですって、うん、いい場所だ。物語画であり、はい、風景画であり、すごい美人画であり、わかるよ、本当に映画のワンシーンの、ね、暮らしを描いた生活画であり、うん、全てが入ってますね、この絵の中に、ね、入ってるね、うん、でここで問題なんですけども、うん、はい、この作品に清方はどんな自己採点をつけましたでしょうか。お答えください。3じゃないことはもう間違いないじゃん。ああ、やっぱそこ覚えちゃってるね。覚えちゃったから。3つ見ちゃったもんね。いや、だから2ですよ。いや、星 1.5! あ、出た。そんなのあります。それやんないでしょ。1.5 はダメでしょ。1.5 ない。答えはね、うん、星1つ。あら、ああ。これ1なんだ。だまあまあの評価なんですね。いいけどね。すごいよね。まあ、山とかあんま得意じゃないのかな。じゃどうなんだろう。恨んでる友情じゃないじゃないし、今のところ星3つですわ。みんな恨んでる友情。あ、本当だ。確かになんか恨んでる人だったよ。そう、これがアップ美人画の、ね、要素もちゃんと入ってますからね。ちょっとでもやっぱ恨んでる感じじゃないね。そうだね。恨んでないと1になっちゃうのか。恨んでないと3つは取れないね。そういう基準なのかな。怨念の数なのね。分かんないけどこういうとこですよ。清方自身は1つしかつけてないけど、はい、いやね、悪くないですよみたいな。俺は好き。なんで上から目線なんだお前らがっていう話もあるけどさ、ね、ということで展覧会にお越しの際はですね、ぜひそのあたりも楽しんでいただけたらと思います、はい、放送の方もぜひよろしくお願いします。